はい、タンタンです。こちらですね、名古屋の方に買い付けに行ってまいりまして、いろいろと仕入れてきた中のこちらも1本になります。よいしょ、こんな感じの、ケンタッキーのマンドリンなんですけれども、 KM の、1050っていうモデルですね。こんな感じのもなかなか渋い雰囲気ですね。まあ、このモデル独特の、このカラーリングですね。20年代風のサンバーストになってますけれども、まあ、こちらの方なかなか全体的にですね、非常に雰囲気のある、モデルになってるかなと思いますね。トップもかなりいい材使ってますし、サイドとかね、バックなんかもなかなかこんな感じのワイルドな木目で非常に雰囲気ある感じになってるかなと思いますし、テールピースよいしょ、こんなちょっと飛んじゃうんですけど、これですね、テールピースの部分とか、ペグですねの部分なんかはこれシルバーメッキを採用しているので、まあ、なかなか高級感は、そのゴールドではないんですけれども高級感がすごくあるタイプの見た目の雰囲気になってまして、まあ、今回こちらもですね、ちょっとちょい傷特化品ということで、お取り扱いの方させていただいて、まあ確かにですね、ちょこちょこと全体にですね、まあどうしても黒っぽい部分なんかは擦ったようなところとかっていうのはありますけれども、まあ大きいね、こうダメージとか特にないので、全体にそんなにこう、ダメージがあるっていう雰囲気は全くなく、安心してお使いいただけるかなと思います。ただ、ですね、写真でも多分わかると思うんですけども、ペグの方ですね、特にペグの方なんですけども、シルバーのメッキを使ってるので、ちょっとやっぱり変色が結構見られるですね、全体的に。なんで、まあ、そのあたりも含めまして、今回は、かなりこのモデルとしてはお安めのお値段を出させていただける感じになってるかなと思います。で、演奏性とかそのあたりに関しては本当に全く問題なくなってまして、非常にこうね、単板削り出しのこのモデルのね、音の良さっていうのはすごく出てるかなと思いますね。した音出ますし、低音なんかも非常にボッボッとカッティングなんかで非常に気持ちいい音の出方するかなと思いますね。まあ、何せ結構やっぱり鳴りがいいので、そのあたり非常に、こういったマンドリン、なかなか今マンドリンもね、すごく安いものかやっぱりすごく高いものかっていう完全に二極化してきてしまっている状態もあるので、この辺の、まあ、中級価格帯の良いものっていうのはなかなかなくなってきてるので、これなんかはどちらかというとね、定価は非常に高いのでかなり上位機種にはなるんですけれども、今回は、価格の面で言いますとかなり抑えた価格で出させていただいてますんで、相当お買い得な商品になってるんじゃないかなと思います。まあ、全体のデザインとしては、まあ、多分ロアのね、心のやつを、まあ、意識はもちろんカラーリングなんかもしてるかなと思いますけれども、例えば、この部分ですね、指板のエクステンドの指板の部分を完全にこうスクープして削ってあったりとか、このあたり演奏性の面は非常に考えているのかなと思いますね。オリジナルのトーチのインデーも非常に綺麗なインデー入ってますんで、デザイン的には非常に、まあ、指板はね、シンプルなドットになってますけれども、非常に見た目にも綺麗な、音も良い一本じゃないかなと思います。ですね、ということで、こちらの方ですね、ケンタッキーの KM1050
1050ですね、こちらの方も店頭にて販売しておりますので、ぜひ、お問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。